子供は褒めるな。子供を褒めても自尊心とか自立心って育たないんですよ。褒める、褒められる、褒められないとできない、これははっきり言って依存です。なのでうちの子は褒めません。まあ普通に何かをやり遂げたら、あ、すごいじゃんっていう、まあそういう褒めるというか評価するというか正しく評価するっていうのをするんですけど、なんかこう親が子供よりへりくだって、わあこんなことができるのにすごいのね、あなた素晴らしいみたいなことは絶対にないんですよ。というのも、その褒めないとできないっていうのもある種の依存で、その叱らないとできないっていうのも、まあ、ある種の甘えだったり依存だったりするわけで、子供が自分の意思で自分の力で自分の判断でやりたいだからやる、そういう風な考えに育ってもらわないと困るんです。うちの子が宿題をやらなくて、まあ、ちょっとこれは自分が反省していることもあるんですけど、それはもう1年生の頃から宿題なんかしなくていいっていうことをちょっと言ってきちゃいすぎたなって思ってて、その学校の勉強なんかよりも大事なことがあるだろうっていうことを伝えたかったんですけど、それをちょっとどうも間違えて捉えてるみたい で、宿題は嫌いだ、する必要がないみたいな思ってるんですよね。なので、まあ、自分が、まあ、ちょっとそれも困るなって、まあ、学校の先生から宿題ちゃんとやってきなさいみたいなことをたびたび怒られるので、まあ、それもかわいそうだと思って、学校に行かなくてもいいよと、宿題をしたくないんだったら学校に行かなくてもいいというか、むしろ学校に行かないでください、うちで学校の代わりに教えてあげます、うちでやってほしいこともたくさんあるし、家族との時間を大切に過ごしてほしい、そう言ってるんですよ。基本的に自分は学校教育、まあ、これが正解これが不正解、友達と喧嘩してもはい間違ってるのはあなた、はい謝ってみたいな、そういう短絡的な教え方ってあんまり好きじゃなくて、でも学校って仕方ないですよね。義務教育でもうスケジュールが決まっていて、1年間にこれだけのことを学習しなければいけないっていうのがあって、でも自分はちょっとそれに反対っていうか、小学生の頃って、まあ、特に小学生の頃って本当にやらないといけないことはもう五感を使うことなんですよ。五感を使って触ったり匂いを嗅いだり目で見たり、そういうことを通して、あ、世の中の仕組みってこうなっているんだ、あ、世の中って面白いとか、自分はこんなことに興味があるっていうのを見つけたら、あとは勝手に好きなことをやり始めるんですよ。でももう子供のうちから算数だとか漢字だとかもう不要ですよ。道徳なんかもう本当に反対って感じなんですけど、教えられるもんじゃないでしょって思うんですよね。自分で学んで間違えたり、人を傷つけたり傷つけられたりして、あ、こういうのがいいんじゃないかなっていうのをずっと探し続けることだと思うんですけど、はいこれが正解です、これを覚えましょうみたいな、違うでしょって思うんですよね。まあ、ちょっと教育に関しては自分も情熱持ってる分野なんで、ちょっと熱が入りすぎちゃうんでちょっとこの辺にしときますけど、話はその子供を褒めない、それで学校に行きたいんだったら宿題をしましょうねっていうルールにしたんですよ。ただ、まあ、子供は学校に行きたいっていうんで、まあ、それじゃ行けばと、ただ行くんだったら学校のルールに従って学校がやれって言われたことをちゃんとやりなさい、で学校のことは学校で終わらせてきてよと、宿題を家に帰ってもう3時間も4時間もかけてちんたらちんたらするのやめてくださいっていうお願いをしてるんですよ。学校の先生が学校の授業内に教えきれなかったことを家まで持ち込んで、もう学校の外まで持ち出して子供にやらせるっていうのはもう本当いじめっていうか、なんというのかな、もうひどい、もう、自分からしてみればありえない。学校のことは学校で終わらせて、家の時間は家の人と楽しむ時間にさせてくれよと、家でも子供はやることたくさんあるよって思うんですよね。で、まあ学校でとにかく先生の言うことをちゃんと聞いて、学校で理解して、分からなかったら先生なり友達なりに聞いて、できたら宿題も学校で終わらせてこいとっていう話をしてるんですよ。でもまあ普通に持ち帰って家でやるんですけど、やってるふりがすごくうまくって、ずっと宿題やってるんですよ。やってるんじゃなくて、まあぼーっとしてるんですよ。で人が見てないとやらない。だから、まあ、自分はこう甘やかしたくないっていうか、褒めたりとか、なんかこうなんていうのかな、ああしなさいこうしなさいって言いたくないんですよ。なんでずっと掘ってる
もう見て見ぬふりしてるんですけど、そうすると本当にやらない。もう真夜中まで、真夜中っていうか、まあうちは9時就寝ルールなんで、もう9時間際にならないとやらないんですよ。それで仕方なく、まあ覗くんですよね。もう学校行かなければいいじゃんって言って覗きに行くんですよね。宿題やらなくったっていいよ、学校だって行かなくったっていいよって、そしたら、いや僕は学校に行きたいんだ、行かさせてくれ、宿題だってやりたいんだとか、じゃあ30分で終わらせようよみたいな話をするんですけど、見てないとやらない。まあ、なぜなのかっていうのは、まあ、ちょっと性格もあると思うんですけど、うちの子はこうとかく人目を気にするっていうか、もう人のアテンションが欲しくてしょうがないタイプなんで、うん、見てやってた方がいいのかなっていう気持ちもちょびっとあるんですけど、うん、それは、ま、なんか別のところかなって思いますね。宿題じゃないところかなって思いますね。で、まあ、とにかく宿題のやってるふりをするのは本当にやめてほしいなっていう、ただの愚痴音声になってしまいましたけど、子供は褒めたらいけない、褒めても自立心は育ちません。褒めるっていうことは依存なんで、褒められないとできない体質になってしまうんで、褒めなくっても自分がやりたくて仕方ないっていうことを見つけさせてあげてほしいなって思うんですよ。で、昨日も息子に聞いたんですけど、本当に学校に行きたいの？もし例えば1年後にあなたの母ちゃん、あなたの大好きな母ちゃん死ぬよ、もうそのことは分かってるよ、あと1年しか母ちゃんの命はないよって分かった時に、あなたはずっとそれでも宿題をしてるの？母ちゃんとどうやって時間を、最後の時間を過ごそうか、そういうことに一生懸命考えるんじゃないの？どうやって母ちゃんとの楽しい思い出を作るか、母ちゃんと何をしたいのか、自分は本当は何をしたいのか、それを考えてみ、それがあなたが本当にやりたいことだよ。宿題をやるなって言ってるんだね。宿題をいかに早く終わらせて、いかに自分の好きなことのために時間を使うか、それを考えようよ。まあ、響いたかどうか分かりませんけど、今日から彼がどういう行動をしてくれるのか楽しみだなと思って、見て見ぬふりをしながら見守りたいと思います。